そのイメージの手ごと、背骨をくるっとひっくり返すようにこうやって返します。それだけで簡単に返っていきます。そのままぐるっといくそうです。はい。おめでとう。すごい。持ちます。はい、でその背骨を持ったままこうやって連れていきます。これだけで体の使い方が変わるんです。全然変わりますね。わかります。はい、わかります。はい、それでは、今回の、身体のところですね、今まで神業編をずっとやってきましたが、久々にというか、はい、介護編っていうんですかね、はいはい、まあ、介護編とかリハビリ編みたいなところが含まれるものですけども、やっていきたいなと思います、はい、でここでは、趣旨としてまず前提ですね、介護のテクニックに関してはすみません素人です。はい、そうではなくて、その介護のテクニックを持っている人たちですね、が、よりもっと楽に自分の体を痛めずに、やれる、前提となるその体の、使い方とか、要するに体の内側の自分の中の、状態をどう作るかとか、あと相手、ね、例えば、まあ、介護される側の人ですね、との、この関係性の構築、身体を伴った関係性の構築の仕方で、この辺が分かってくると結局、まあ、大雑把に言えば調和ができるということですね。そうすると無駄な、抵抗や反発にも、まあ、合いにくいと、はい、なので、その、あくまでもは身体の断りですので、介護のテクニックではなくて、前提となる、部分ですね、そこを、お伝えできることで、まあ、皆さんに活用してもらえたらなというふうに思います。これやってもらうだけで随分本当にいろんなことが楽になると思いますの で、なので、まあ、ここではちょっと介護のテクニック的なことは当然ながらやりませんけれども、まあ、一般的な武術とは違って、まあ、武術をベースとした体の使い方で、じゃあどういうことができるのかですね、そういうのをお伝えしていこうと思っています。で前回、まだ、神業介護学っていうのをやっている時ですね、はい、そういうタイトルでやった時には、一回介護の、説明をしてたと思います。はい、その時には、相手の反射を利用して立たせるとかっていうことをやってました。はいはい、で今回はですね、反射ではなくて、やる人が、イメージの力を使って、やるという。はい、で多分それを聞いてしまう、聞くだけ、それだけを聞くと、イメージの力を下げるってちょっといかがわしいと思いますよね。はい、そこもちゃんと原理を説明します。イメージを使うっていうことは、まず武術ではよく使われるある種のテクニックみたいなものでもあります。で、そのイメージを使うと何がいいのかですね。それはイメージを使うことで、普段使えない体の部位を動かしたりすることができるんですよ。で、その特に武術で求められる体の使い方っていうのが、すごい特殊な体の使い方で、なかなか意識では動かしにくい部分をたくさん活用するんですね。まあ、だからある種不思議な力が使えるとも言えるんですけども、それを、イメージを、要するに意識では動かせない体の部位とかをイメージすることで動かせるようになるんですね。なので、そのイメージを、繰り返すことで、普段動かせない部位をちゃんと使うことを体にもう一回、覚え直させて、そこを今度は意図的に使えるようになるという段階があります。で、そこをやっていきましょう。はい。で、まあ、そういうことを趣旨としてますので、誤解のないようになりますね。じゃあ、まず、簡単に転がすっていうのがありますね。ちょっと、ケンさん寝てもらいたいですか。はい。で、こうやって寝てる人がいます。で、必ず、まあ、とりあえずですね、抵抗もしない、はい、その代わり、忖度もしないです、はいはい、ただここに寝てるだけにしている、はい、でこの寝てる人を、まあ、腰とか太ももの位置と、まあ、肩ぐらいですね持ってこれ転がそうとすると結構ちょっと上がるんですよ。上がるけど本当にひっくり返そうっていうところまでいくといかないです。結構相当しんどいと思います。でこれを、イメージの力を使って返していきましょうという、要するにイメージをするだけで体の使い方が変わります。で、じゃあどういうイメージの使い方をした方がいいのかということですけども、手って自分の手ってここまでですよね。でもイメージで手がもっとずっ と、伸びていく。で、これは伸びていく手は当然イメージの手なので、人の体があろうが物質があろうが全部すり抜けると思っています。で、手を添えた状態でイメージの手をずっと伸ばしていく。
そしてこの寝てる人の背骨の下までイメージの手を伸ばしていってください。手は添えてます。でイメージの手をずっと伸ばしていって背骨の下まで添えます。でこの時イメージするときに大事なのは、頭の中でイメージはダメです。実際にここにイメージしないとダメなので、目を閉じてイメージすると必ず頭の中でイメージしますし、よく目を上に向けてイメージするとか、そういうことをするとまた頭のイメージで現実の臨場感がなくなってしまいます。そうするとそのイメージで体の部位が動かなくなるんですね。頭でやっても意味がないんです。なのでこの現実ベースでやってください。だからちゃんとここを見ながら自分の手が中にちゃんと伸びていってるようにしっかりイメージします。で、イメージして背骨の下まで、イメージの手が伸びたら、そのイメージの手ごと、背骨をくるっとひっくり返すように、こうやって返します。それだけで簡単に返っていきます。はい、というのが、まあ、一つの原理ですね。ちょっと練習してみますか。一回やってみましょうか。はい。寝てますんで。やってみてください。まず、はい、普通に読みますと、はい、腰に行きますね。はい、腰に行きますね。はい、手を添えて、そうです、イメージの手を背骨の下まで伸ばしていきます。はい、はい、あ、いきますね。はい、伸ばしていきます。はい、はい、で、まあ、こういう風に、なってきます。はい、で、これも練習です。じゃあ今度は今の感じでちょっとじゃあ座っといてもらってください。それと体育座り、体育座りでいいです。はい、じゃあそうしましょう。あ、正面向いてもらってください。はい、はい、で、じゃあ今からここからじゃあとりあえず立たせるっていうところまで行きましょうか。はい、ここで、はい、ちょっとここにじゃあ手を添えて立たせますっていう時も、はい、こうやったら結構きついですね。はいはい、立たせれるけどもちょっと腰がやっぱり、はい、痛めます。はい、でここでも、イメージの力を使います。じゃあどういうイメージの力を使うかというと、ここまで手を添えます。でこの時に背骨ですね、背骨がぐーっと木がどんどん伸びていくように背骨を上にぐーっと伸ばしていきます。このまま、イメージの背骨が頭で考えてみます。実際本当に背骨を意識してこの背骨がぐーっと上に伸びていくイメージを。でそのままぐーっといくんです。あれ、はい、イメージをぐーっと背骨がぐーっと伸びていくようになるんですね。はい、はい、である程度ずっとあと3メーターか4メーターぐらいまでずっとイメージの背骨が伸びたら、そのまま最後に一緒にこう起きていく、その背骨に合わせながら、はい、ちょっとやってみましょう。はい、はい、普通に、まあ、はい、で投げようとすると、あ、もう腰に来るんですね。はい、腰に来る、多分相当来ると思います。はい、はい、下までしゃがみ込んでいいです。はい、はい、この状態で、はい、はい、じゃあこうし、はい、で背骨をずっと伸ばしていきます。背骨をずっと伸ばす。はい。それに。あ、見てた。すごい、はい、これ初めてやりました。初めてやりました。はい、はい、まあ、今の感じで、腰も伸ばしてないです。はい、はい、なりますね。はい、はい、まあ、こういうことができます。はい、で、もう一ついきましょうか。まあ、こうやってこれは別にどういうシーンでも当然使えるので、まあ、練習ですね、うん、いろんなパターンを練習していって、まあ、介護士さんとかは当然テクニックあると思うんですよね、それぞれの。だからそのテクニックで同じように練習してもらえばいいと思うんですけども、じゃあ、例えば座ってる人を立たせるにしましょう。分かりやすく、腰元つまらない、こっち座ってもらってください。はい、で手を乗せてください。はい、はい、これで、はい、はい、うん、はい、まあ、普通に、はい、はい、こんな感じです。はい、ただ、うん、まあ、椅子ごと動きますよね。はい、ここも、一緒です。こうなってて、今手、自分の手はここまでしかないんですけど、イメージの手が、このケニーさんの手の中をずっと伝えていって、背骨キャッチします。はい、この、まあ、胸の骨ですね、胸骨ですね、胸骨でもいいし、この後ろ側にある背骨でもいいです。そこまでずっと手を伸ばして、背骨を持ちます。はい、で、その背骨を持ったままこうやって連れていきます。これだけで体の使い方が変わるんですね。はい、はい、だから、なんか繋がった感じになりませんか、手が。そうですね。はい、はい、ここがもうくっつくような感じになるんですよ。これは不思議なことで起こっているんじゃなくて、まあ、人はその共感覚とか共鳴するっていう性質があるんですね。それとやっぱりそういうのを引き起こすためにそのイメージを使って体の使い方が変わるとそういうことが起こるんです。はい、でこれはある種で脳を錯覚させるとも言います。はい、でもこうやって使い方、使
ですね。どうしてできます。ちょっと検査をやってみましょうか。まあ普通に上げようとする。はい。な。はいですね。はいはい。けどイメージを使えてます。うん。全然できますね。わかりました。はい。わかりました。わかりました。はい。正しくできてもできます、はい、まあ、もうちょっと厳密に今ちょっとだけ手が動いてるので、はい、ここは手をなるべく動かさない方がいい、動かさない、はい、あのイメージの手にしっかりついていく、ここはこのままの形にしておく、ここが、まあ、より精度が上がると思います、はい、これでもすごく良かったと思います、はいはい、まあ、今回はこうやってやっていきました、まあ、これが最後これで終わりたいと思うんですけども、はい、まあ、今みたいな形ですね、で今後もあのいろいろな、やり方というか、はい、あのまあ、武術的な、術理ですね、はい、身体の断りを、活用して、なるべく自分に負担がかからなくて、はい、そして、その例えば持ち上げられる、起こされる側もやはり負担が少ない、お互いがこう気持ちよく、なんか結果が出せるような、使い方ですね、はい、をお伝えできると思いますので、この介護、まあ、ちょっと名前ついてないですけど、まあ、介護編というか、リハビリ編というかですね、もうそういったものですね、はい、の中でお伝えしていきたいと思います。はい、で今回はこれで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ここで少しお知らせです。現在、武の道では一般の方に向けての武術の講習会を東京、福岡、熊本の3カ所で開催しております。また6月より大阪でも開催予定となっております。詳細は概要欄をご覧ください。